前原龍二の前向きチャンネル、今日は何ですか。はい、ありがとうございます。お茶一筋、地域とともに茶の生産を続けるすごい農家に迫れ。すごい農家、何がすごいか気になります。前原龍二の前向きチャンネル。すごい茶農家さんがいるという場所に移動してきました。ご覧ください、一面茶畑が広がっています。綺麗な緑、目が幸せです。鹿児島県は茶の栽培面積と荒茶の生産量がともに全国第2位で、お茶の香りや味などの品質日本一を競う全国茶品評会でも19年連続で産地賞を受賞するなど、品質面でも高い評価を受けています。すごい茶農家さんって何がすごいんですか。松本茶のブランディングに力を入れた方で、農林水産大臣賞を受賞されたこともあって、今年は県からも表彰された方です。すごいですね。ああ前原さん、あら、こんにちは。こんにちは、もしかして坂の上です。すごい茶農家さんですか。よろしくお願いします。じゃあこそよろしくお願いします。お願いします。まあお茶でも行って飲んでみませんか。飲みたいです。どうぞ。お湯を茶碗の中に入れて、一滴に残らないように最後は振ってですね、飲む時にもごくっと飲まずに、一気にじゃ飲み込まずに、そう、口の中で楽しむということですね。そうですね。うん、香りが口の中に広がって鼻に抜けていって、最高です。美味しいです。美味しいですか。はい。こう口の中で転がせば転がすほど味がより伝わってきて、とっても美味しくなります。鹿児島のお茶って何が一番の特徴ですか。まあ、鹿児島はあの土壌はですね、火山灰もあるし、水はけもいいし、また気温もですね、温度もお茶に一番適して、最初私があの初めてあの直木というところにお茶を植えてお茶畑を作ったんですよね。坂上さんは茶の生産に励みながら地域の茶産地育成に取り組んできたといいます。自分の一人のお茶じゃその頃は面積が少なかったことだから、それで農家さんに呼びかけして植えてもらって、みんなと一緒にお茶をやりましょうと、グループを作ってそれを育成しながら、それでうちの工場に持ってきてもらってですね、そうですね、もう私もこういうありがたいものをいただくなんだと考えたこともなかったんですけど、もうこの年になってもらえて感無量ですが。でもこれからが新茶のシーズンですけれども、はい、毎日見ていると黄色がだんだん緑になってきてですね、今摘んでくれ今摘んでくれという摘み時を教えてくれるんですよね。全国の皆さん方に飲んでいただければありがたいです。前原龍二の前向き宣言。もうすぐ新茶の季節です。香りも味も全国に誇れる鹿児島茶、前向きに楽しみましょう。体験いかがですか。どうぞ。